車でついてきます。ご視聴ありがとうございます。今日も晴天。やはり10月は天気がいいですね。サウジアラビアの石油基地攻撃から無人ドローンの注目がより高まっていると考えられます。日本も尖閣に無人ドローンを飛ばす実験をしています。まだまだ実験段階で、今後導入される予定です。それも海と陸両方行うみたいです。無人ドローンで
攻撃することはより簡単になってきました。ちょっと例えるなら、レーシングドローンを使えるくらいで遠くまで飛ばしていくことが可能になることです。それも自由に、レーダーに引っかからず、かいくぐっていく、その能力はやはり小型のおかげでしょう。小型化で自由に飛ぶ、そんな兵器が次々出てくる。陸海空全てにおいて無人化していくことはもうそう遠くない。なんだかターミネーターのような世界になってきました。 AI もあるし、そのうち本当にターミネーターが登場するかもしれません。ですが、そのターミネーターに近づくにはまだまだ時間がかかるでしょう。でも大きく誤算ではないですが、やはりドローンが出てきて兵器化するまでそう時間はかからなかったです。大きく時間を かかるものを、いやそうでないもの、潜水艦も、ドローン潜水艦を潜水艦から発射自然と、なんかな、例えばですが、原子爆弾を海底深くで爆発させる。するとやはり国一つがなくなる可能性は高いです。それをする国はないと思います。まだまだそこまでの技術も開拓されてはいないでしょう。しかし、そんな